機嫌いかがでしょうか。龍神棒消毒こと脇田直樹です。もうすぐ2025年ですね。今回は新年2025年からの十二星座の運勢と星座、えと、血液型から見る576通りランキングをご用意いたしました。ちょうど今年から来年にかけての暦は辰と巳、物事が大きく動いていく流れです。そこで今年10月に龍神様と長蛇についての書籍を出版することになりました。この2年間の辰巳期に運をつかみ願いを叶えるための方法を解説しております。運の流れに沿って一日一日を大切に暮らすための指標にしてもらえればと思います。この動画と合わせて参考にしていただくことにより自然体で運を味方につけ幸運体質になれるものと存じます。ぜひ2025年の運を開くお供としてお役立てくださいませ。ではここから2025年に向けて星座、えと、血液型576通りランキング総合運編をお届けさせていただきます。かなり膨大な量になりますが、なるべく丁寧に解説させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。動画の最後には2025年の全体運の運気の流れを解説いたします。今回は145位から288位までの総合運についてお話しさせてください。その前に2025年の総合運を高めるためのポイントを解説しますね。2025年の開運ポイントは、ハッピー予言で楽しい未来を現実化する。人は意識を向けた方向に向かって進んでいくという心理傾向があります。これを予言の自己成就と言います。これは他人に対してだけでなく自分に対しても同じこと。自分に対する期待を叶ったかのように言い聞かせることで、結果としてその予言が成就してしまうことが多いんです。予言を言い聞かせる時のコツは、今自分は〇〇になりつつあるという表現を使うこと。そうすればネガティブな考え方の癖も自然と修正されていくはずです。ではランキングを見てまいりましょう。145位から156位の皆様になります。どうぞ。はい、まだまだ運気的には伸びがある皆様です。2025年はまだ始まったばかり、始まろうとしています。どうでしょうか。こちらの皆様は運の巡りが順調になり、予想外の幸運が訪れそうです。ただ良いもの悪いものが混在しているので、人間関係において必要不必要なものをはっきりさせましょう。自分にとって本当に必要な人を見極める目を持ちましょう。特に契約関係はしっかり相手の目を見て判断することです。次に157位から168位の皆様です。はい、いかがでしょうか。はい、こちらはこの皆様方の運勢として、対人関係において不思議な出来事が起こりそうです。苦手に感じていた相手から感謝されたり、逆に親しかった人から少し厳しい意見を言われるかも。いずれにしても相手の話に耳を傾け答えてあげるといいでしょう。これまで意識しなかった特定の相手とも絆が深まるようになりそう。はい、ではここから169位から180位の皆様です。はい、いかがでしょうか。皆さん入ってらっしゃいますでしょうか。はい、このグループの方たち、準備が整う一年だと言えます。あなたがこれまで望んでいたことを叶えたり、目標に向かうための体制が出来上がりそうです。チャンスがもたらされるので、注意して観察しておくといいでしょう。偶然 SNS で知ったセミナーや勉強会に参加する機会があったりもするかもです。
ではここから181位から192位の皆様となります。どうぞいかがでしょうか。まだ576位のうち、はい、まだまだ後があります。はい、このグループの皆さんは理想とするスケジュールの予定が立ち、このまま実行すればうまくいくと確信できるでしょう。富や名声に近づきつつあるなと感じるはずです。でも一旦深呼吸して再確認してみましょう。思い込みで行動しないように気をつければ、思い描いていた幸せがやってくるはずです。はい、では次に193位から204位、はい、こちらのグループの皆様です。こちら、はい、ね、まだ200位までこれからですね。いかがでしょうか。入ってらっしゃいますでしょうか。このグループの皆さんは初めて取り組むことが増えそうな年です。ただ全体的に運気は良く、問題が片付けばリラックスした時間を過ごせるでしょう。気分転換に外で散歩したりして自然と触れ合うようにすると、意外と運気が開け突破口が見えるでしょう。行き詰まった時こそリフレッシュを大切に。はい、そして205位から216位の方々はこちらになります。はい、そろそろ会ってほしいななんていうふうに思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。いかがでしょうか。こちらのグループの方々は全体的に好調の運勢だと言えます。対人面では親しい友人との楽しい時間が喜びをもたらしてくれそうです。物に関する幸運に恵まれているものの、メンタルにおいてはなんとなくもやっとするかもしれません。そんな時は外出して元気を取り込んでみて吉です。はい、それでは217位からこちら228位の皆様です。はい、ここら辺になってくると、吉ぐらいな感じですね。大吉とはいかないとしても、吉ぐらいの運勢ですね。はい。こちらのグループは、あなたの魅力が高まり、何をしていなくても人が集まってきてくれるという一年です。多少面倒くさくても、周囲の人たちとなるべく交流するように心がけてみてください。人気運を生かして、関わる人たちから良い気をもらうことが大切です。今年得たものは大事に温めていきましょう。はい、それでは229位からこちらは240位の皆様です。どうぞ。240位までですね。はい、いかがでしょうか。このグループの方々はありのままの自分でいても許される相手との穏やかな時間を過ごせそうです。あなただけに大事な相談をされたり、本音をさらせる人、こういった方と密な交流が。2025年は恋や仕事、お金よりも大切なもの、これが訪れる運勢にあります。思いもかけない不思議な出来事があなたを待ってるでしょう。ではここから241位から252位の皆様となります。はい、はい、いかがでしょうか、ね、252位までですね。このグループの皆様は積極的に自分の目標へ向かって進みましょう。長年の夢や目標を形にするその道が見えてきたり、そのための第一歩を踏み出すことができそうです。自分の努力によって得られる充実感が未来をもっと明るいものにしてくれます。また水族館や海など
水のある場所に幸運が。はい、それでは253位から264位の皆様となります。はいはい、いかがでしょうか。私としてはこれぐらいのランキングはおそらくですね、なんというかバランス的にいいのではないかなんていうふうに思ったりもします。はい、はい、このグループの皆様はこの1年力強いエネルギーに満ちています。人の心に熱を吹き込むというパワーがあり、周囲を元気づけられるでしょう。自信を持てばあなたの力が解放されます。水を得た魚のように生き生きと元気いっぱい活動できるはず。勢いに乗って積極的に物事に取り組むのもいいでしょう。はい、それでは265位から276位の皆様を見ていきましょう。こちらです。はい、いかがでしょうか。入ってらっしゃいましたでしょうか。このグループは2025年あなたの周りに味方がたくさんいてくれます。困ったことがあってもどこからか手が差し伸べられるでしょう。愛されている、誰かが助けてくれるという安心感がさらにあなたへ力を与えてくれます。自分と仲間を信じて前を向いて進むのが開運の秘訣です。はい、それでは今回も最後となりました。277位から288位の皆様、ちょうど真ん中頃ということですね。こちらです。はい、ちょうど折り返しということになりますね。いかがでしょうか。ここまでにもし入っていなかったよという方でも大丈夫です。安心ください。まだあと2つ動画の方続きます。総合運ですね。はい、このグループはここ一番という場面で100人力の働きぶりを見せられそうです。一方ライバルが出現しそうな予感も。この相手には負けたくないという強い気持ちが湧いてくるでしょう。でも単なる対抗意識で終わらせず、自分磨きのための原動力へと昇華してください。可能性が開けます。ということで、本来はお一人お一人解説させていただきたいのですが、一つの運勢だけで24時間近くの動画になってしまい、12名ごとの解説で大変心苦しく思っております。次回は星座、干支、血液型576通りランキング、総合運289位から432位までをお送りいたします。どうぞよろしくお願いします。はい、それでは最後に2025年全体の星回りと暦から運勢を見ていきましょう。まずは2025年1月、1月は暦が日の絵の根、天体で見ると1月19日に金星と土星が接近。愛の星金星がハードな角度を取り、衝撃的な恋愛模様になりそうな予感です。意外な関係から恋が始まるなんてことも。これから少しずつイメージや直感、スピリチュアルなものにスポットライトが当たりそう。そして2月は暦が日の戸の牛、月と金星、海王星が接近し、ラッキーな配置を作ります。目に見えないものを形にできるとき、アイデアを実際に動かすといいでしょう。また2月の4日には幸運の星木星が双子座で巡行に入ります。コミュニケーションがパワーアップ、伝えたい気持ちを後押ししてくれます。告白やデートなんかにもおすすめですね。そして3月は暦が土の絵虎、2日に水星と海王星が接近。アクションを起こしたいという気持ちはあるものの、なかなか一歩が踏み出せない、そんなもどかしい状態になりそう。しかしイメージを形にすることで仕事も恋愛もうまくいきやすい時期なので、ポジティブを心がけて。
そして4月は暦が土のとう、6日に月と火星が接近、熱のこもったアプローチが弾み、行き詰まっていた物事が動き始めるでしょう。一方、21日には月と冥王星が接近し、身動きが取りにくくなるかも。しかし、下旬に入るとエネルギーの星、火星が後押しをくれて、問題解決を与えてくれるでしょう。そして5月、暦は鹿の絵立つ。4日に月と火星が近づくため、物質、精神ともに満足しやすい時期です。困難を乗り越えるエネルギーを与えてくれるでしょう。18日は天王星が豪であり、月と冥王星が接近します。毎日の生活の中でより良いものを選択することを意識したり、向上心を持つことを大切にするといいでしょう。そして6月、暦は火のと未、1日に金星が西の方角で最大離角、そして月と火星が接近します。これからは幅広いものへの好奇心と感性を持つことが開運の秘訣です。そして幸運の星木星が3日に双子座から蟹座へ移行、3日から4日にかけてですね。ここから蟹座さんは12年に一度の拡大の時です。まさに2025年の主役ですね。そして7月、暦が水の絵馬、6日に土星と海王星が接近します。妄想や衝動的なエネルギーに任せて行動しないように気をつけましょう。また交通事故にも要注意。23日になると月と木星が近づくことと、その他の惑星の配置からアイデアが生まれやすい時期になります。温故知新の精神を大切にするといいでしょう。そして8月、暦でいうと水のと羊、11日に彗星の逆行が終わり、計画通りに物事が進行するようになりそう。中旬は金星とその他の惑星が調和し、恋のチャンスや美しいものとの接点をもたらしてくれそうです。ただし下旬の恋には要注意。月と火星接近の影響もあり、危険な恋に身を焦がしてしまうという恐れも。気を緩めすぎないようにしましょう。そして2025年9月、暦でいうと木の絵猿、12日に宇宙の日が到来し、そこから22日土星がぶつかって、24日海王星がぶつかるという配置に。これまでの停滞が終わりを告げて変革のタイミングが到来。ただし急激な変化には要注意です。自分をしっかりとコントロールした上で新しいものを取り入れていくといいでしょう。そして10月、暦は木のとの鳥、6日に月と主な惑星、土星や海王星などが衝突。これからは物事の本質を考えるというシーンが増えてくるでしょう。同時に洞察力も磨く必要があります。また30日には彗星が最大離角、冥王星の影響も収まってくるので、引き立て運や仕事のチャンスに恵まれそうです。そして11月、暦でいうと日の絵の犬、2日に月と土星が刺激的な配置になり、恋愛に障害が発生する可能性が。合わせて5日、スーパームーンの満月、そして10日に彗星の逆行になるので、言葉の行き違い、誤解、こういったものが生まれるかもしれません。中旬に入って12日に木星逆行になる時期は気をつけて、もしも夢や目標に一つの結論がもたらされるとしたら、下旬の終わり頃、30日になるでしょう。最後に12月、暦でいうと日のとの意、月と天王星が近づいて社会が緩やかな広がりを見せるでしょう。5日はスーパームーンの影響もあり、素直な気持ちとポジティブな心が豊かな愛を育むでしょう。もしもうまくいかなくても諦めないで。年末の23日には月と冥王星が接近し、クリスマス直前に復活愛の兆しも。はい、ということで2025年の大事な日
これらを手帳に書き込んでみてはいかがでしょうか。どうか素敵な2025年をお過ごしください。